レイナの部屋。おい、この書類誰が作ったんだよ。怖い。こんなのありえねえだろ。すいません、すいません、すいません。僕の名前は小一。どこにでもいる新人の陰キャサラリーマンだ。新人なのでということを配慮しても、僕はよくミスをする。また怒られるかも。おい、誰か聞いてんのか。キレてる、すごくキレている。あそこで怒っているのは夏希先輩。元ヤンなのかめちゃくちゃ怖い。でもめちゃくちゃ仕事のできる人だ。黙っていたらめちゃくちゃ美人なのな。とりあえず避難も。ここでしばらく隠れているよ。夏希先輩に迷惑をかけているのは分かっているけど、毎日毎日怒鳴られていては精神が持たない。なんか人の気配が。何してんの。ほう、ここで隠れてたってわけか。そんなことは。堂々と逃げてるなんていい度胸だな。え、ちょっと裏来いよ。すいません。お前、なんだよこの書類は。取引先、社名間違えてるだろ。すいません、本当に申し訳ないです。言ったよな、ちゃんと確認してから提出しろって。今度から気をつけます、すいません。これが僕の日常だ。ミスの多い僕は夏希先輩に毎日のように呼び出されていた。小一、早く飲めって。はい。こんな状況で飲めるわけないだろう。数日後、僕の歓迎会だと言われ飲み会が開催された。もちろん会社の飲み会に参加するのは初めてだ。そうだよ、小一も飲めよ。いや、僕はお酒に強くないので。あ、飲めよ。怖い。ほら、これ飲めて。もう結構飲んだので。なんだよ、私の酒は飲めないっての。そんなことないです。そうだよ、こういうのは楽しく飲めればいいんだよ。楽しくって、夏希先輩がいたら怖くて、それどころじゃないけど。なかなかいい飲みっぷりじゃん。いや。それから数十分後、夏希先輩は完全に出来上がっていた。小一、飲め。僕は十分いただきましたので。なんで、全然酔ってないじゃん。まだまだ飲もうよ。夏希先輩、ちょっとペースを落とした方が。私は全然酔ってないよ。どこが。ほら、飲めよ。僕、お手洗いに行ってきます。もう帰りたい。もともとこういう場が得意ではない僕はもう帰ろうと決め、トイレから席に戻った。え？ああ、なんで夏希先輩だけ？他の人は？夏希先輩、みんなは？ああ、帰ったのかな。逃げられた。なんでこんなことになったんだ。みんなが帰ったと知り、夏希先輩とすぐに居酒屋を出たのはいいものの、飲み足りないと言い張る夏希先輩に強引に連れてこられてしまった。夏希先輩、もう帰った方が。いいから、こいつも飲め。もっと飲んで泥酔しろい。酔ってても威圧感がすごいな。夏希先輩、もう泥酔してるんじゃないのかな。ベロンベロンじゃないか。もう帰りますか。わかった、やばい。こんなところでボコボコにされたりしないよな。どうしたんですか。私だってもう孤独は嫌なんだよ。え、学生時代は一人で大丈夫だってやってきたけど、それで散々親も泣かせたけど。夏希先輩、友達や親も裏切ってばっかで、でもここの仲間だけは守りたいんだよ。仕事だけはちゃんとして親にも安心してもらいたいし。そんなこと思ってたんだ。この会社は元ヤンの私を救ってくれた場所だし、それにお前ら部下のことは私が絶対に守ってやるからな。酔っ払ってて無茶苦茶だけど、でも、もしかしていい人なのかも。夏希先輩、もう終電行っちゃいましたよ。タクシーで帰ればいいって。相変わらずです。ウェイ、タクシー。じゃあ僕は一緒に。え、なんでこんなことに。泥酔している夏希先輩は
僕のことを話してくれず、そのまま家の中まで来てしまったのだ。でも、もう帰らないと。夏希先輩、僕は これで。暑い。ちょっと帰らないでよ、絶対に。命令だから。え、昨日は飲みすぎた。やばい、記憶ない。気持ち悪い。え、なんでこいつここに。なんで、まさか私こいつに初めてを捧げたの。嘘でしょ。全然覚えてない。覚えてない。初めての記憶なのに何も覚えてない。あ、おはようございます。昨日は夏希先輩すごかったんですよ。やっぱり私こいつと酔いすぎてキャラ崩壊してすごかったし。すごかったの。はい、なんか大胆でしたし、でも可愛い感じでもあって、いつもと違うなって。いつもの怖いキャラじゃなかったし。私どんなプレイを。じゃあ僕は帰りますね。帰るのか。はい、昨日のこともあって寝不足なんで。泥酔に付き合わされてたんだから。寝不足なのか。そんなになるまで初めてを捧げてしまった。あんな余裕のあるあいつの顔初めて見た。なんで私ドキドキしてんの。なんでちょっとかっこいいとか思ってんのよ。好きってやつ。こいち。朝一なんだ。おはようございます。あのこの企画書なんだけど。またミスをしてしまったのか。この5時。すいません。これは私が修正しててもいい？え？こいつも忙しいよな。私がやっておくから。あのこいち。はい。次こそなんだ。怒られるのか。昼ご飯何食べるの？え？あのよかったらこれ。え？今朝作って。その余ったというか。はい。あの夏希先輩、なんだか変だ。何があったんだ。怖いぞ。高一の好みは清楚系の人。清楚系ってなんだよ。こんなワンピースの女がいいのか。どうしたら高一は私のことを意識するんだ。どうすれば上司と部下以上の関係になれるんだよ。どうすれば。待てよ。あの時私と高一は結ばれたんだ。あの時の私のことが高一は好きってことか。いつもの私でいいんだ。おい。はい。ちょっといいか。でももう定時なんですけど。いいから。はい。いつもの怖さに戻ってる。あの、なんでしょうか。鈍感だな。え？ポンコツかよ。まさか説教するために会議室に呼び出したのか。私と一夜を共にしたのにそっけなさすぎだろ。一夜？そうだよ、責任取れよ。あれか。なんだよ。あの勘違いですよ。え？あの日夏希先輩泥酔してなんか一人で暴走してて、別に何もないですよ。じゃあ本当に何もないのか。はい、僕は夏希先輩の家に泊まっただけです。なんだ、勘違いしておかしかったのか。じゃあよかった。え？じゃあ今から事実にできるじゃん。今度は鮮明に覚えていられるね、最初から最後まで。上司命令だから。この情報が薄いのよ。この全文の内容を説得づけるための情報なのに、それがこんなスカスカじゃ意味ないでしょ。すみません、すぐに調べ直します。それとここのグラフはこっちの方が見やすいでしょ。毎回同じグラフ使うんじゃなくて、その都度見やすいものを使わなきゃ。はい。俺の名前は小一、陰キャで容量も悪く絶賛怒られ中だ。そして俺を怒鳴りつけているこの人は俺の鬼上司、じゃなかった、上司のレイナさん。仕事に熱く真面目でいい人なんだけど、部下にも非常に厳しいため、ついたあだ名は鬼上司。下手をすればパワハラとも取れる言動も多いが、
この美人な見た目ゆえにそれも許され、ついには M に目覚めた社員もいるほどだ。レイナさん、さっきの資料の修正なんですけど。そんなことでいちいち話しかけないで。すみません。今日もキレッキレだな、レイナさん。いいな、俺も叱責されたい。俺も変わってほしいよ。こう毎日怒られてばかりで嫌になっていたのだけど、最近はリモートワークが普及したおかげでレイナさんに怒られることも減っていた。修正や注意点を言われることはあるけど、やりとりは全部メールだから楽でいいな。出社しなくてもいいし、レイナさんに会うこともないし、お説教もないし、ずっとリモートワークでいいな。それでも全てメールで済むわけではないので、こうやって毎日リモート会議や業務連絡などで顔を合わせている。というわけで、この案が一番いいという結論に至りました。何か質問はありますか？こうやってみるとやっぱりレイナさんって美人だよな。仕事もテキパキとこなしてかっこいいし、これでもう少し可愛ければね。ではこれで終了といたします。小市くんはこのまま残ってください。俺またなんかやらかしたかな。最近リモートだからって緩み切ってるわよ。相変わらず資料の内容は薄いし、今日の会議だって途中聞いていなかったでしょ。やばい、バレてた。いえ、ちゃんと聞いてましたけど。じゃあもっと集中しなさい。すみません。会議を仕切りながら俺のことまで見てるって、レイナさんどんだけすごいんだ。もちろんこの後淡々とお説教をされた。では失礼します。疲れた。リモートでも説教って勘弁してほしいよ。あれ、レイナさん画面切り忘れてる。はあ、疲れた。家の中でもスーツなんて着てられないわよね。うわ、レイナさんの部屋着、しかも可愛い。ああ、メールのチェックと資料の確認とクライアントの日程確認と、やること山積みだけど、この一杯だけ休憩してからにしよう。画面切り忘れてるのを完全に気づいてないな。どうしよう、レイナさんの意外な姿を見てしまった。意外と一人の時は可愛いんだな。よく見ると部屋も女の人の部屋って感じだし、それ以降も何度かこういうことがあり、その度に俺は少しだけこっそりと覗いていた。今日のあれは何なの？ミスっていうレベルじゃないわよ。どうしてちゃんと確認しておかなかったの？はい、本当にすみません。会議で使う資料が用意できず、急遽会議の内容を変更してもらったのだ。そして俺は会議後にレイナさんからきついお説教を受けている。はあ、この前保存したと思ってたら削除してたなんて、ボミスすぎるだろう。明後日までに資料を作り直しておくのよ。それじゃあ。はい、ありがとうございました。はあ、明後日までってことは明日中には仕上げないとな。あれ、レイナさんまた切り忘れてる。でも今日はそんな気分じゃないし、俺はさっさと退出して仕事しよう。これもいい。これもいいな。どれも素敵。これもかっこいいし、こっちはかわいいし、全部保存でいいか。え、これレイナさんだよな。リモートで会えないから寂しいな。いつもだったらもっと近くで匂い嗅いだり、使った紙コップを回収したり、後をつけて好きなものとか行動記録つけられるのに。使った紙コップを回収、行動記録、なんだよそれ。そうか、ヤンデレみたいじゃないか。でも明日は久しぶりに会えるから嬉しいな。あ、リモート期間中に誰か女と接してないかチェックしないと。もし誰かと会ってたら。これはやばいことを聞いてしまった。バレる前に急いで退出しよう。これでよし。それにしてもあのレイナさんがヤンデレ。好かれた相手は大変だな。明日出社なのにどんな顔して会えばいいんだ。今日は一段と気が重い。おはよう、小一くん。おはようございます。何をそんなに驚いて。昨日のことまだ引きずってるの？昨日？あ、仕事のミスのことか。あ、まあそんな感じです。あ、お先にどうぞ。ありがとう。エレベーターで二人っきり気まずい。あ、しまった。あ、俺が拾いますよ。やっ、うわっ。レイナさんと俺が落としたペンを拾おうとしたとき、レイナさんがバランスを崩してしまい、とんでもないハプニングが起きてしまった。ごめん、大丈夫？いえ、こちらこそすみません。うわー、すいません。レイナさんの胸に顔を埋めていたなんて、
事故とはいえ怒られる。いや、殺される。ううん、私が引っ張っちゃったから。え、怒らないんですか？どうして私が怒るのよ。だって好きな人がいるんじゃないんですか？どうして私に好きな人がいるって知ってるの？しまった。それはダメだ、言い訳が見つからない。リモート会議の後、レイナさんが切り忘れていて、その時にたまたま聞いてしまったと言いますか。リモート会議の後。ふーん。やっぱり殺されるのか。ちょっとついてきなさい。え？はい。で、一体何を聞いたのかしら？詳しく教えてくれるわよね。なんか保存がどうとか、紙コップがどうとか、あと部屋着が可愛いなとか。あれが聞かれてた。もうダメだわ。でも可愛いって、部屋着が可愛いって。で、レイナさん。そう、実はね、私小一のことが大好きなの。え、俺ですか？じゃあ俺の紙コップ回収したり、後をつけられてたってことか。そうよ、入社した時から可愛いなって思ってて、ずっと見てたの。どうしても高一の教育係になりたくて、必死に仕事頑張って、これで毎日一緒にいられるって嬉しかった。でも俺、毎日レイナさんに怒られてて嫌われてるんだと思ってました。ごめんね、ああでもしないと高一への思いが溢れちゃって正常じゃいられないの。でもこの気持ちに気づかれないようにずっと我慢してたんだよ。でももう我慢しなくてもいいんだよね。え？盗み聞きなんて良くないよね。だから今夜はそのことについてみっちり指導してあげる。社会だから優しくしてあげる。最後まで見てくれてありがとう。チャンネル登録とコメントをしてもらえると喜びます。